違う場所だね、これ。違う場所っぽいね。とりあえずチュートリアルしちゃおうか。うん、全然読んでへんけど大丈夫かな。うん、馬乗れた、馬乗れた、乗れた。うん、なんか仲間加わってない？ん、ハースとサントマンジって書いてない？ルクルハチにしとこうかな。セントくんちゃうの？まさかのご当地キャラ。ご当地キャラちゃうの。チュートリアルいつ終わんだろうね。ほんとや、数えきれない。うん、始まった、始まった。好き、退屈だったぞ。闇の精霊がなんか喋ってる。あ、え、誰？少し歩こう。他の人も起き上がったけど。おう、少し歩くの？んー、チュートリアル移動、唐突に始まったで。あれ、次々と起き上がってはる。なあ、なんかいっぱい来たね。いやいや、なあ、いやいや、うん、いやいや。あれ、やちゃん、グラムさんは？グラムさんはどこ？どこ？グラムさんは。なんか街のところに来たよ、建物のところに。え、もう先々行ってんの？ちょっと待って。どこ行ってんの？先に行っちゃったの？あ、うろうろしてる。これか？ひょっとして。白い服だよ。違う場所だね、これ。違う場所っぽいね。ダンデリオンに入ってないの？ダンデリオン？違うサーバーじゃない、それ。とりあえず完了させよう。うん、何か、ピント農場へっていうのがあるから、そっち行ってみようか。うん、ピント農場じゃ行くね。なんかマップが変わったぞ。マップ変わったな。うん、来た来た、ピントさんとか来た。手伝ってくれって。全然もう読んでへんねんけど大丈夫かな。読んでない。いいんかな。じゃがいもの茎の下って言ってるよ。うん、ちょっと押していこう。もう全然読んでへんけど。とりあえずチュートリアルしちゃおうか。うん、全然読んでへんけど大丈夫かな。うん、誰か転げながらひょったで。戦闘になっちゃったよ。え、ほんまや。とりあえず戦えって言われてんねんけど戦うで。戦ってるね。なんか押せって書いてるから押してるけど、レベル上がったで。すごい、適当に押してたらレベル上がったで。うん、まあいいけどさ、うん、楽やからいいけど。まあレベル上がったね。ちょっとじゃがいもこれ完了してみるわ。うん、完了したで。おい、何が何だか分からんうちに完了したで。ま、馬もらった。え、馬もらったの？うん、なんか草カブトムシを討伐したら馬もらえたの。いいなぁ。どこまで行ったん？うん、なんか知らないけど討伐してる今、一生懸命。それで馬もらえたん？うん、ボロ儲けやないかい。あ、馬もらえた、もらえた、馬もらえた、もらえたでしょ。経験値ってどこ？あ、馬いる。これ、馬、馬乗れた、馬乗れた、乗れた。うん、すごいな、これ押してるだけでレベル上がってくぞ。うん、うわ、キツネめっちゃいるやん。うん、キツネめっちゃいるやろ。キツネ強ない？ちょっと馬どっか行った。やばい、馬消えた。レンレン太郎さんっていうのが隠れてんねんけど。ギルド創設？レベル20からか、ギルド創設は。ん？イノシシから農場守れってなってる。うん、もうすぐでイノシシから農場守ろう終わってしまう。うん、こっちもバンバン倒してる。なんか仲間加わってない？え？ハースとサントマンジって書いてない？うん、なんか来たね。プレイヤーじゃなくて。これ仲間？なんかすっごいでかい。うわぁ、いつまでかめっちゃすごいのが出てきてる。凶暴なイノシシが来た。倒した。倒したね。任務成功。何もしてないけど。ネックレスを井戸にかけてくれますか？まだなんか言われてみよう。井戸に行ってみよう。うん、ネックレスをかける。ああ、近っ。うん、近かった。じゃあ色にネックレスかけるよ。また狼だよ次。ああ、狼だ。こいつらが狼か。あ、狼もう終わってる。うん、終わってるね。でもずっとなんか放置しておいたらレベル上がるよ。レベル7になったよ。すごい冒険が待ち構えているのではないでしょうかって。誰がレベル8にしとこうかな、ここに、ここで。え、もう早く終わらせようや。エイリーンと同行しようって。へえ。あ、採取するんか。次は採取だ。この人と採取すんだね。うん。浴槽積みに来たんだね。おー、採取できた。初めての採取。採取レベルとかもあるんだね。へー。次、ペットだって。ペットと一緒に冒険するためには登録が必要。ペット登録書。しよう。おー、猫。じゃあこれにしよう。名前は何にするんだ？だって。ペット登録。名前まで決められるよ。名前？プティにしたつもりがピティになってたよ。めちゃくちゃ。めちゃくちゃやないかい。もういいです。ランダムで役立つスキルを持ってるって。インカスちょっと見た？インカスって何？
日光がレベルアップしたよ。まさかの。これあれちゃうの、奈良の千斗くんちゃうの。千斗くんちゃうの、これ。まさかのご当地キャラ。ご当地キャラちゃうの。チュートリアルいつ終わるんだろうね。ほんとや。早く終わってほしいな。AI に任せてじっと待ちますか。うん。なぜかレベル8にもなったことだし。うん。チュートリアル終わる時点ですごい上がるんじゃない？そっか。なんか、トーテンポールみたいなのもいるよ。トーテンポール。いつの間にかトーテンポール倒してるよ。トーテンポール来た？トーテンポール？うん。狼そこまで行けって。狼？うん。こっちはトーテンポールやで。トーテンポールだ。トーテンポールやろ？うん。インプ防御塔って書いてあるね。あ、これ防御塔なんや。うん。なんかここに宝箱がある。え？そんなの AI 自動に取ってくれへんの？うん、ロングボーンなんとかって書いてた。あ、そんなん。なんか、知らんで？スーツケースみたいなやつかな。インプシャーマンの知識。あ、出た、出た、出た。え、何それ。え、なんかすっごい必殺技出した。インプのアジトを調査しよう。まだあんの？メーカー好き？任務を開始しますか？インプのアジトを壊滅させるのかな？ってことか、ものすごいスペシャル技を繰り出してるんやけど。うん。こりゃレベル上がるわ。上がるね。うわぁ、すごいいっぱい来た。一人で立ち向かうんか。知らぬ間にすっごい溜まってるし、ドリンク。46本持ってる、頭。52本。マティアス、うん、なんか仲間になった。またなんかマティアスっていうのが一緒に戦ってくれてる。おう。あ、わー、なんか強いインプウォーリアっていうのが出てきた。なんかエリートっていうの書いてあるから。うん、エリートって書いて強そう。ボスやな。大丈夫。ドリンクガブ飲みしてるから。よし。知らぬ間に2位に変える。チュートリアル終わった？俺を信じて任せてくれって。なるほど、ここで能力をさらに解放させられるんだね。なるほどね。ん？またなんか戦うの？うん。またインプと戦うみたい。へぇ。次は鼻の赤いインプらしいよ。ちょっと長すぎやしませんか？ほんとに長い。これボタンでいいんじゃない？持つこともやめた。スマホ持つこともやめたね。今手温めてます。もう気に出た。ん？また新しいキャラクターが出てきたぞ。まだ終わらせてくれないの？あ、レベル3になった子犬が。うん。なんかもらえた。ん？使わない装備を俺にくれって言ってる。あげたら、うん。強くなった気がする。あ、闇の精霊のレベルも上がったよ。いろいろあるんや。レベル10になった。鋼鉄インプたちは調べるって言いながらバッタバッタ倒してんだけど、どういうこと？調べる気あらへん。僕も今だって画面見てへんで。見ることさえやめた。放棄したで。あとは地に埋められた箱を調べようって書いてある。掘り起こしてるぞ。お、出てきた。ベッドノーズに開けた箱だって。ん、なんだろう。装着。なんか出てきた。なんか装着できるぞ、こっちは。もういいのかな、これで。うん。これはやばいって。どうやって倒すの？オーラが集まったところ、怪しい入り口やって。何か、黒い入り口に行かせようとしてるね。うん。任務開始。想像以上にチュートリアルが長いな。チュートリアルなのこれ。うん、チュートリアル完了って書いてあって。ほら、インプたちのボス、レッドノーズを倒したら、うん。チュートリアル完了だわ、多分。そういうことか。うん。まだ私。まだ？うん。やったー、来たね。レッドノーズ。一撃がやばい。一撃やばすぎるやろ。その前にエリートが来たのか。やばい、やばい、やばい、やばい。死にそう？まさか大丈夫でしょ、チュートリアルだから。でもなんか、かなりやばいで。あ、そうでもない。倒れた。もうちょっとで倒せる。あ、初めての死亡経験って言って死亡したよ、私。マジで？うん。へー。頑張れ !AI 頑張れ、さすがウォーリアだね。うん、ゴリ押し。あ、倒した、うん。ウォーリアで倒した。すごいすごい。回復自動じゃダメだもん。チュートリアル終わった？それでチュートリアル終わった？ちょっと待ってな。バニーちゃんの頭手に入れたで。バニーちゃんの頭。うん。